皆さんこんばんは、キセライヤミと申します。1分間で収まるラジオのお時間でございます。このラジオは皆さんの貴重な1分間をお借りして有益無益な情報をお送りするラジオでございます。先週ね、第1回投稿させていただいたんですが、想像以上にたくさんの方にご視聴いただけて大変嬉しい限りでございます。ありがとうございます。今回なのですが、たまにね、周りの方からどうしたらそんなに早い早起きできるんですかみたいな感じで聞かれるので、それについてお話しさせていただきます。というのもね、このキセライヤミなんだかんだ2ヶ月ぐらいかな、ほぼほぼ毎朝5時半ぐらいに起きてるという生活をしてるんですね。で、正直なところね、早起きできるかどうかは慣れです。逆に言ってしまうと、体に染み込ませてしまえばほぼほぼ体が勝手に目覚めてくれます。で、その習慣にするための第一歩を私のね、あくまで一例として皆さんにお伝えします。私の場合はですね、寝る前に明日は優雅に 朝日をね浴びながらコーヒー飲んじゃおうみたいな感じで、明日の朝をめちゃくちゃに楽しく過ごすイメージをしてワクワクしながら眠りについてます。あとはですね、前日にちょっとお高めのスイーツを用意して明日の朝に届く。そうすると大体早く起きれるかなという印象ですね。大事なのは、早起きってめちゃくちゃ楽しいっていうのを皆さんの体に覚え込ませることなんですね。で、もしね、楽しみ見つけられないよって方は、このキセラギアミの1分間で収まるラジオをお前さんの楽しみにしてはいかがでしょうか。ということで、今週はここまで。また来週お会いしましょう。キセラギアミでした。バイバイ。